我と共に、我と共にシス。どうも、ガーデスト。リクライの渡です。いらし。はい、今回は、リクライ主催にお呼ばれして、はい、来てもらいました。渡るくんの圧力により出演させていただきました。こっちがシストさん圧力いや、俺は圧力はない、圧力はない、ガーデスなんて圧力はない。リクライ1年に一度ですよね。今年はもう今日だけ、ね、最初で最後、はい、最初最後になってましたね。来年もやっぱ来年、来年は1月に木星探査やります。おー、でも土曜日なんだよね。そうなんですよね、ガーデス、ね、オファーしたんですけどね。そう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 、ちょっとね、大人の事情で大人の事情がありますよね。土曜日は出れないんだよね。残念ですね。なんで日曜日せんこと取れなかったんですよ。でも僕の誕生日は、うん、あ、1月23日にやるんですけど、うん、ここで、うん、タイトロープで、あの僕の誕生日は1月24日なんですよ、うん、次の日なんですよ。次の日でよかったんじゃないかよ。次の日が次の日がで取れなかったんですよ。もう、そうだからね、イブになっちゃうんですけど。イブ、なんでバースデーイブなんですけど、クリスマスイブ、あ、何バースデーイブ、何バースデーイブって前日っていう。あ、そういうの、あ、イブってそういうことなの。そう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 、だからクリスマスってみんなイブにあれするけど、本当はクリスマスでキリストの誕生日25日なんですよ、うん、じゃあ正月もイブいる。イブ、正月はイブいないです。いない、ね、正月、正月のイブは大晦日が31日。31日。あその間が分からない。誕生祭はリクライなの。リクライとソロもやります。うわ、ステージめっちゃお見どころじゃん。そうなんですよ、だからね、ぜひ遊びに来てほしいですね。うわ、いいなぁ。なんで誘ってくれんの。誘ってたじゃないですか。それを大人の事情って言ってた。土曜日はね、なんかガーデスの、なんなら僕ガーデス一番に声かけたぐらいですよね。うん、でガーデスの上からの圧力、ガーデスの上からの圧力、ガーデスの上がおんのよ。ああ、あの、あそこに死ぬ気ですか。あそこか。死ぬ気ですか。ここ。ああ、うん。仕事っていいんですか。そう、しょうがないです、ね。まあそれはまあしょうがないです、ね。まあね、もし時間あれば遊びに来てもらえたらなと思います。まあじゃあ見に行くわ。ああ、ぜひぜひ遊びに来てください。うん、はい。10月。11月じゃ1月23日の誕、渡る誕生祭イブ。そうです、誕生日イブですね。まあボーカル対談ってことで、じゃあちょっと真面目な話しようかな。はい、初体験は、初体験は早っ。早いっすか。こう、マジやばくないっすかこれ。やばい。そんな感じで、え、じゃあ好きなアーティストとか尊敬するアーティスト、尊敬するアーティスト、ね、好きなアーティスト、まあ、前もね、あのガーゼスさんのやつシャランキューでバンド始めたって言ったんですけど、うん、そっから好きだったのはね、デザイアってバンドが好きだったんですよ。デザイア、で、デザイア、ジルスで好きで、ジルス、トールさんいる、うん、でもすごい好きだった、もうあの辺にすごい影響を受けてて、やっぱボーカリストとしても好きだったんですよね。でも最近はなんか、最近はこう好きの、この人のボーカルのこういうとこが好きだなっていうのがすごい違ってて、で、いろいろありますよ、本当。ラファエルのボーカルの結城さんは、うん、ラファエルのライブに行った時にもう気を失いそうでした。もう美しすぎて、マジでもうわーってなって、目の前真っ白になるぐらい、あ、もうその時に本当にもう、その時に初めて自分歌うまくなりたいと思ったんですよ。あとはあのウェイブってバンドやってた田澤孝之さんって人が今ソロでやってるんですけど、ソロとかそれこそ結城さんとユニットもやってるんですけど、うん、もうその人の声もすごく綺麗で、めっちゃ喋りますね俺。いや全然もう渡るファンからはもう、ね、あとはキューンってバンドやってた小林良三さんって人とか、うん、あと中島拓衣さんとかもこの辺が好きで、めっちゃ尊敬するアーティストいっぱいいますね。でそれの集合性が、集合性…集合してないですけどね。でもその
自分取り入れてんだよね。なんか近づきたいなってこうなるんですけど、うん、で本当にこの人はボーカリストとして完璧だなと思うのはあのディラン・グレイの京さんです。もうこの方はすごいなっていうのはもう思いましたね。1月23日渡る主催、はい、渡る誕生祭、誕生祭、生誕祭ですね。生誕祭もう出るバンドさんと決まって一応ね、はい、決まってきてはいますね。そちらツイッターの渡るくんのツイッターとか見て、まあ、ガーデスでも告知ができたらしていきたいと思いますので、あぜひお願いします。多分ここに出てる、出てると思うよ。 またライブ前ぐらいに出させてくださいよ。えめっちゃ嫌がるよ。まあまた今撮りますね。なんか告知に来るコーナーとかこれからなんかいろんなバンドさんが告知に来るコーナーみたいな。まあ、とりあえずそういうことで、はい、1月23日渡る誕生祭、はい、見てください。まあ、今回は宣伝になりました。じゃあそういうことでまた来週。